月27日日曜日、阿戸川町四ツ川の松の木内湖の周辺に約120匹の鯉のぼりが設置されました。松の木内湖再生利用推進協議会が子どもたちの健やかな成長と松の木内湖の再生を願い、平成24年から実施されています。鯉のぼりは地域住民に呼びかけ、家庭で使われなくなったものを集めたもので年々増えています。3年目となる今年は、設置作業に地元の子ども会や老人会などから約30人が参加しました。爽やかな晴天の中、子どもたちが勢いよくロープを引くと、色とりどりの鯉のぼりが元気に泳ぎ始めました。空を泳ぐ鯉のぼりは5月中旬頃まで楽しめます。